はい、じゃあ今日も作っていきます。今日はですね、まだ外は明るいんで光の反射がいい感じに見え、こっちの方が見えやすいかなと思って、でリクエストいただいたチャーハン作っていきます。今日はちょっといつもより卵多めです。ここは味の素、塩は入れてません。で、胡椒、ね、入れるものは今日はこれ、明太子、まあ、明太子はまあ皆さんご存知の通り塩分があります。なんで塩は入れませんでした。火を入れたらまた違った味わいっていうか、まあ、レアの人がいい人はもうさっと仕上げればいいし、僕はちょっと今日はしっかり焼きたいんでちょっと焼いていきます。さあネギですね。はい、そしたら醤油を入れます。でですね、ちょっと皆さんに謝らんといけないんですけど、いつも入れてる醤油、なんでこんな多めに入れてるかって言ったら、実はこれ醤油だけじゃないんですね。醤油でもかなり薄い醤油、いろいろ味をつけてるんですよ。ちょっと言えないんですけど、まあ、お酒とか、まあ、お水でちょっと煮詰めて、あとはいろんな旨味のある食材を入れたりして作ってる醤油なんで、これぐらい入ってるんですけど、家庭でこれぐらい入れちゃうとかなりしょっぱいです。すんません。でこの前ちょっとそれで最後の味付けは醤油とか言ってちょっとコメント欄が荒れてたんで、ちょっと誤解を見ました。すんません。多分この前の動画は本当に純粋に醤油だけを多分入れたんだと思います。じゃあこれで完成ですね。はい、明太子チャーハン完成。